あ、うん、あ、うん、あ、うん、スノーバッチでこのボックスの中で、半日から1日冷凍しておけば、で、蓋付きのグリルなんで、はい、それで密閉して焼いてるとゆっくり蒸し焼きになるのと、あの煙も充満しますので、香りがつきやすくなる。これなんです。あ、少々もちょっとね。あ、どうですか、あれの方は。僕のジャマイカンジャーク香辛料ですね。香辛料を混ぜてペースト状にしたものを肉にこうつけてですね。で、1日エクロークに入れて、ね、美味しかったです。あ、蓋がついてもうちょっとで蒸し焼きできていいですよね。